ってるのよ、ゆい。あ、ほのかちゃん、どの部活に入ろうか迷ってて。え、まだ決めてなかったの？もう学校始まってから2週間も経ってるよ。でもでも、私運動音痴だし、文化系のクラブもよくわかんないし。こうやってニートが出来上がっていくのね。部活やってないだけでニート？振り返ってみると、ゆりって今まで何の部活もやってこなかったもんね。くさ。何かしなくちゃいけないような気がするんだけど、一体何をすればいいんだろう。リオ、行こうぜ。クラブ見学？軽音部だよ、軽音部。でも私文芸部に入るつもりだし。え、入部希望の紙も書いたし。ビリ。ああ、何するんだよ、ミツ。ほら、行くぞ、早く。え、廃部した？正確には廃部寸前ね。昨年度までいた部員はみんな卒業しちゃって、今月中に4人入部しないと廃部になっちゃうの。はあ、だから誰もいなかったんだ音楽室。先生。はい、今行くわね。ごめんね、次音楽の授業あるから。頑張ってね、軽音部。綺麗な先生だったな。そういう問題じゃね。あ、うん、このプリントみんなに配っといてね。プリントを。あ、はい、あ、失礼した失礼した。ミオモネタ。テンポ悪い。使えない子。すみません。大丈夫？無事っ子。廃部なら仕方ないな。私は文芸部。誰もいないってことは、今入部すれば私が部長。ふん、悪くないわね。帰ろうか。見学したいんですけど。合唱部の。軽音部に入りませんか？合唱部の。今部員が少なくて、お願いします。軽音部。とりあえず軽音楽部ってところに入部してみました。へえ。で、どんなことするの？はぁ、え、でも軽音楽って書くんだし、きっと簡単なことしかやらないよ。口笛とか。何そのやる気のないクラブ。ほら、なんかバンドとかするみたいよ。え、私ギターなんて弾けないよ。うん、じゃあ何なら弾けるの？カスタネット。すごく似合うわ。ここか。入ったばっかで言いにくいけど、やっぱりやめるって言おう。あ、でも軽音部ってどんな人がいるのかな。やめたいだと？貴様、ただでやめれると思ってるのか。殺害するぞ。使えないロジック。何やってるの？あ、びっくりした。あ、もしかしてあなたが平沢ゆりさん？あ、はい。入部希望の。あ、はい。みんな、入部希望者来たの？本当か？まあ、ようこそ軽音部へ。歓迎いたしますわ。よし麦、お茶の準備だ。はい。どうしよう。どうぞ。
召し上がって。おいしい。おいしい。やめるのやめようかな。中田様、どんな音楽やりたいの？え？どんなバンドが好きか。好きなギタリストは？やっぱ言わなきゃ。実はギターなんて弾けないって。ジジジジジジジミヘンドリックス？おお。いえ、ジジジジジジジミペイジ？ああ。ジジジジジジジミペイジ？ギタリストってジで始まる人多いの？そっか、ジフベックか。どなた？ロックギタリストには2種類しかいない。ジェフベックとジェフベック以外だって言われている。常に新しいサウンドを追求する挑戦的なギタリスト。なあ、すごいね平沢さん。平沢さんみたいな人が入ってくれてよかったな。1週間以内にあと1人集まらなかったら廃部になるところだったんです。本当にありがとう。ますます言いづらいよ。でもちゃんと言わなきゃ。あの、申し訳ないんですけど、実はネブさんの辞めさせてくださいって言いに来たんです。え？ギターは弾けないし、もっと違う楽器をやるんだと思って。じゃあ何ならできるの？カスタネ、あ、ハーモニカ。ハーモニカならあるよ。吹いてみて。ごめんなさい、弾けません。でも、うちの部に入ろうと思ったってことは音楽に興味あるってことよね。他に入りたい部とかあるの？ううん、特には。せっかくのカモをここで手放すわけにはいかないぜ。廃部を免れるためになんとか引き止めないと。本当にごめんなさい。じゃあ、ちょっと待って。もう一杯お茶いかが？クッキーとかマドレーヌもあるの。うん、餌付けた。おいしい。あ、すいません、こんなにごちそうになるつもりじゃ。いいのいいの、毎日こうやって一緒にお菓子を食べましょう。何か趣旨が違う。平沢さん、他にはどんなことが好き？美味しいものなら何でも。食べ物かよ。うちでは休みの日とかは何して過ごしてるの？ゴロゴロかな。好きなものとかある？可愛いものが好きかな。苦手なものは？暑いのも寒いのも苦手なんだ。冬はこたつにこもりっきりだし、夏は床の上を転がってばっかりいるの。手ごわい。一体どうすれば？わかりません。あの、じゃあ行かないでよ。お願い、ゴロゴロしてるだけでいいから。もっと美味しいお菓子持ってきますから。私たちこそごめんなさい。無理に引き止めて悪かった。じゃあせめて私たちの演奏だけでも聞いてみて。え、演奏してくれるの？食いついてきた。Thank you.
バッサリだ。でも、すっごく楽しそうでした。私、この部に入部します。万歳。ケーキ失礼。軽音部の活動開始記念に。あ、私のカメラ。じゃあ、いくよ。あ、でも、私全然楽器できないし。あ、マネージャーとかどうかな。いや、運動部じゃないんだし。そうだ、この機会にギターを始めてみたらどうかしら。でも、ギターってすごく難しそうな。大丈夫だよ、私たちも分かるところを教えてあげるし。そうだね、さっきの演奏を聴いてたら私にもできるかもって思ってきた。それはよかった。え、結局入部したんだ。どうしてもって言われて。マジで？あ、マネージャーとしてとかね。そんなにとなんか詳しい。ちゃんとメンバーとして入ったんだから。ギター一から教えてくれるって。ということは新しくギター買ったりするんだ。貸してくれないのかな。くれないんじゃない。5000円くらいで買えるよね。こんな子捕まされて大丈夫かしら。軽音部。え？